ジェイソン・ハメル、ジェイソン・アーロン・ハメル、ジャソン・アーロン・ハミル、1982年9月2日隊は、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、グリーンビル出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、MLB カンザスシティ・ロイヤルズ所属、愛称はハンマー。はまず、A 級チャールストンでプレーし、18試合に、先発登板して4勝7敗。 防御率3.2388奪三振の成績を残した。7月に A 級へ昇格。11試合に先発登板して6勝2敗。防御率1.8965奪三振の成績を残した。オフの11月19日にデビルレイズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。3月3日にデビルレイズと1年契約に合意。 3月19日にトリプル A 級ダーラムへ配属され、開幕を迎えた。4月11日にメジャーへ昇格し、同日のボルチモアオリオールズ戦で先発起用されメジャーデビュー。しかし3.1回を投げて8安打を浴び、7失点で黒星を起死した。4月16日にトリプル A 級ダーラムへ降格し、8月23日にメジャーへ再昇格。 この年はすべて先発で9試合に登板したが、6回まで投げられたのは1回だけで、1勝もできずに6敗を喫してしまった。3月1日にデビルレイズと1年契約に合意。3月14日にトリプル A 級ダーラムへ配属され、開幕を迎えた。6月11日にメジャーへ昇格。 6月18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では1点リードの5回裏しから2番手として登板し2.1回を無失点に抑えメジャー初勝利を挙げた7月21日にトリプル A 級ダーラムへ降格したが7月23日に再昇格した自身の25歳の誕生日である9月2日に行われたニューヨークヤンキース戦では 5回を5安打1失点7、脱三振に抑え、先発初勝利を挙げた。この年は24試合、先発14試合に登板して3勝5敗、防御率6.1464脱三振の成績を残した。2月23日に、レーズと1年契約に合意し、自身初の開幕ロースター入りを果たした。この年は主に、リリーフとして40試合、 先発5試合に登板して4勝4敗にセーブ、防御率4.6044奪三振の成績を残した。2月25日にレイズと1年契約に合意した。2009年4月5日にとのトレードでコロラドロッキーズに移籍。4月8日にメジャーへ昇格した。この年は34試合、先発30試合に登板して10勝8敗。 防御率4.3333奪三振の成績を残した。1月19日にロッキーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は30試合に先発登板して10勝9敗、防御率4.81141奪三振の成績を残した。1月22日にロッキーズと総額775万ドルの2年契約に合意した。 2月6日にジェレミー・ガスリートのトレードでマット・リンドストロムと共にオリオールズへ移籍した。5月10日に右膝の故障で離脱し、5月14日に復帰したが、7月15日に再び右膝の故障を再発し、15日間の故障者リスト入りした。その後、9月6日に復帰。この年は20試合に先発登板して8勝6敗。 防御率3.43113奪三振の成績を残した。2月8日にオリオールズと1年契約に合意。この年は26試合、先発23試合に登板して7勝8敗。防御率4.9796奪三振の成績を残した。オフの10月31日に FA となった。 1>, 1月31日にシカゴカブスと600万ドルの1年契約を結んだことが報道され、2月13日に球団が発表した。開幕後は17試合に先発登板して8勝5敗、防御率2.98104奪三振の成績を残した。2014年7月5日に、アディソン・ラッセル、ビリー・マッキニー。 ダンスストレイリートのトレードで、ジェフ・サマージャと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は13試合、先発12試合に登板して2勝6敗、防御率4.2654奪三振の成績を残した。この年は2球団合計で10勝を挙げ、4年ぶりの2桁勝利を記録した。オフの10月30日に FA となった。 2014年12月12日に、フルスのカブスと総額1800万ドルの2年契約、2017年1000万ドルの9段オプション付きを結んだ。アバ30試合に先発すると、自己最多の15勝、10敗をマークしたが、先発ローテーションを守ったシーズンでは、自己最小となる166.2イニングにとどまり、自己アーストの非本塁打25本を打たれた。 また3年ぶりに脱三振率8.0未満に終わるなど内容としては前任よりも悪化した。カブスは地区優勝を達成したがハメルはポストシーズンで出場選手登録されなかった。11月6日に球団がオプションを行使しなかったため FA となった。2月8日、カンザスシティロイヤルズと2年1600万ドルで契約を結んだ。迎えた レギュラーシーズンでは、ローテーションの一人として32試合に先発したが、年間通して調子は上がらず、8勝13敗と2桁勝利は逃し、防御率も5.29と規定投球回に達した、年では自己ワーストであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。